おはようございます、仁王です。今日も朝からガレージの方に来て、これから作業を開始します。はい、でゴミ出しの方をねして、ちょっとねあそこのボードがちょっと残っちゃったんですけど、はい、全部ガラス棚とボード半分以上ちょっと出しましたね。はい、でこちらがですねジョイフルホンダで買ってきたロフト用の木材です。はい、今日はねこれで木材で床をね、天井作っちゃうとねロフト作れなくなっちゃうので、先にロフト部分作りたいと思います。はい、でとりあえず電線とかまだ活線のやつがあるんでね、切り替えてもう全部やって、全部電源落としてですね、仮設のコンセントつけて、はい、これは全部撤去とします。はい、こんな感じですね。はい、それではね作業を始めたいと思います。よろしくお願いします。まず撤去した電線にコンセントつけていきますね。こちらの仮設コンセント、はい、こんな感じですね。では床工事始めます。
疲れ様です。ニオです。とりあえず半分、約半分ぐらいですね。ロフトが完成しました。で、明日現場があるんで、今日はね、これでもう帰ろうと思います。はい。あ、こんな感じですね。はい。で、これからちょっとね、材料を買い出しに行って準備をしてから帰ろうと思います。はい、ではね、今回の動画は以上になります。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。